どうもカイリンです。本日はですね、東京駅にいます。ここはですね、ちょうど今あるってとは JR 東日本なんですけど、ちょうどここからですね、この階段上がったところが JR 東海の、ものになります。で、今回はですね、新宿駅からホームライナー小田原21号に乗りたいんですが、新宿駅かって言ったら、それ新宿シアターですね。なんですけど、今回東京駅に行くと、で、何がしたいかというと、グリーン車に乗ろうと思うんですが、普通列車グリーン機をこの東京駅のですね、JR 東海の切符売り場で買いたいと思います。一応システム上発見できるはずなんですけど、一回だけね、発見してもらったことあるんですけど、すんなり買えるかどうか微妙なんですけど、まずですね、この JR 東海、切符とですね、東日本切符でいろいろ社紋とかね、いろいろ違うので、ちょっとそれに解説しながら触れながら行きたいと思います。とりあえずですね、緑の窓口と書いてなくて、このように駅改札内でさ、この新幹線切符売り場って書いてあるんですね。新幹線切符売り場、これがいわゆる、JR 東海の、管轄の切符売り場ということで、あとで東日本の方に行くので、それも、見ていただければと思いますが、はい、では発見できました。東京駅 MR、これが JR 東海の印です。またここにですね、3の他と書いてありますが、これが他社線という意味でございまして、例えば、いわゆる JR 東海の切符売り場で、発見したこう JR 東日本切符を買った場合、これ他がつくわけですね。ちなみにこちらが JR 東海の切符売り場で、一応ですね、このように、JR 東海道新幹線の切符売り場、入り口ですと書いてありますが、システム上では一応、東北新幹線、例えばここから、ここは当日分有効っていうのは変わりないんで、本日分、例えば今から新青森に行くってなったら、ここで、JR 東海の切符売り場ですが、新青森までの切符を買うことは一応できます。また、逆として見る窓口で、東日本ではなく、東海の切符ですね。今から新大阪までとか、そういう切符も買うことは一応できます。ただですね、システム上ですね、いいご予約、ここは、あれか、エクスプレスとか、スマート EX とかは、JR 東海でできるんですけど、ここでですね、キネットの受け取り等は一応できないということになっています。JR 東海ではですけどね、クレジットカードで支払う場合、JR 東日本前にですね、先にクレジットカード渡して、その後は署名お願いしますとか言う人の方が多いんですけど、JR 東海の場合、クレジットでちゃんと署名書くまで渡してくれないんですね。署名のね、字が雑だったりとかすると、ちゃんと書き直させますので、JR 東海でクレジットカード使ったことある人は分かると思うんですけど、JR 東海は特にそういうの厳しいです。東日本はパッパッパーなんですけどね、そういう東日本リストラクじゃないですか。JR 東海の見る窓口、JR 東海の JR 全線切符売り場と、あと見るの窓口の違いなんですけど、チケットを発券する、いわゆるマルス端末っていうのがあるんですけど、そのマルス端末の置き方がですね、JR 東海の場合、客から見えないように、ここが自分がね、いて、ここに、駅員さんとか発券する人がいて、いたらしたら、ここにモニターがあって、ここにお金とか置く台があるんです。だから見えないんですね。だけど JR 東日本の場合は、こっち側にモニターがあって、係員さんが斜めを向いて操作しているような感じなので、席がね、どういう風に空いているかとか、モニターをこうやって客に向けてやることがあるんですけど、ちょっと東海ではそれがですね、見えないということになります。また、東京駅で動画を撮り始めたら意外と珍しいんですけど、JR 東海と東日本の、東京駅で駅長が2人いるということも、ご存知なのかな。はい、でこちらに書いてある通り、ここからですね、見る窓口ということになっています。こちらはですね、 JR 東日本の委託であるですね、 JR 東日本ステーションサービスの方がやっております。でまたですね、こちら東北、山形、秋田、北海道、上越、北陸新幹線と書いてありますが、こちらの、新幹線と書いてありますが、この新幹線、東海道新幹線も一応は買うことはできます。あとここに特急日立とか書いてありますので、当日の特急券も買うことはできますが、一応システム上は JR 東海でも東日本でも一応どちらでも買えるということになっています。さっきの緑の窓口の端末のね、あれとか見ますか。この黒いのが端末なんです。で、ここに椅子があるんで、斜めを向いてやるような感じになります。
では早速ですね、新宿19時30分発の湘南ホーム内の小田原なんで、早速ですね東京駅に今すぐ向かわないといけないですね。なので中央線で向かいたいと思います。珍しいですね、僕の動画のスタートが東京駅というのはかなり珍しいことです。で、まあ、僕もねよく大宮駅までグリーン車をここから使ったりするんですが、その時はね絶対 JR 東海の窓口で買ってます。まあ、それは何かというとシンプルに JR 東海に社紋の入った切符が欲しいからです。ではね、この2233 T1 編成トップナンバーですね、2233系のこれで行きたいと思います。基本的にはまあ特急電車の8分になってまして、山手貨物線を走る特急電車、成田エクスプレスや鬼怒川、スペシャル鬼怒川2号号などなどが走る電車、走る8号ホームなんですが、今回の場合、このホームライナー小田原21号は、ここ、新宿駅の5番線から、発車ということで、この新宿駅のね隔離されたホームから出ます。ここに基本的に在来線の車両が来ることはありません。未だに入線はしてないみたいですね。一応6番線なんでこっちかで、大宮駅の方、大宮の東大宮操車場から、送り込まれてくるものだと思います。でこの電車に乗る理由といたしましてですね、今回185系の7両の編成が運用に充当されます。185系7両の編成というのは OM 編成と言われていまして、まあ、OM 編成というのは、まあ、結構最初の頃から大宮に所属していた編成なんですね。昔は、特急踊り子号などの、などで使われている編成は田町で暮らしていたんですが、今高輪ゲートウェイができて田町の、ね、車両センターが今、まあ、留置線と化しまして、全ての185系やスーパービル踊り子号などは、東大宮層に、まあ、お引っ越しというわけになったんですけど、その前から大宮にいた編成です。まあ、正確に言うと185系の200番台というものに分類されるんですけど、この200番台っていうのは上越新みなかみ草津、特急みなかみ草津っていうのはみなかみ草津ってのがあったんですけど、まあ、いわゆる高崎線上越線系統の特急電車、まあ、昔はあの新幹線ディレイ号などで走っていましたが、そっちのいわゆる上野よりも北寄りで走っていた編成がこの今回ので185系の OM 編成という車両です。でこの185系 OM 編成なんですが、ちょっと待って、185系 OM 編成なんですが、185系のこの OM 編成は、グリーン車がですね、まあ、普通車は185系っていうのは昔はあの転換クロスシートでリクライニングがついてなかったんですけど、後々リニューアルされまして、であの A 編成っていう、ね、もともと踊り子で使ってた編成と OM 編成、もともと上越線系統で使用されてた編成で、リニューアルの施工内容は違ったんですね。で、まあ、どちらも座席は交換したんですけど、185系の OM 編成については、まあ、グリーン車がですね、国鉄の、グリーン車の座席である R27 というものを使用してまして、まあ、ちょっとまあ、じゃあ駅弁を買いたいんですけどね、新南口改札の、ね、本屋ないんですよ。であの R27 という座席は国鉄型の本当大名詞と言われている座席で、簡易リクライニングシングシートっていう、まあ、簡易リクライニングシートじゃないんだな、簡易リクライニングシートみたいな感じ、つまりあのリクライニングって普通こうやってあの下げたらあの適当なところで止まるじゃないですか、自分の希望したいところ、あここがいいな、ここがいいなとか。でもそれはできないんです。古いのはガシャンガシャンって確か3段階かなしかと、その変えることができないんですね。でそのいわゆるリクライニングシート、つまり古いリクライニングシートを装備しているのが185系の OM 編成という車両で、まあ、今いう日本で唯一 の, その国鉄型のグリーン車ということになっています。まあ、逆もなたで3パー1系など、
まあ、国鉄型は未だ走っているんですけど、どれも、車体をね、変えるっていうか、それなりに、ある程度修繕が入ってますので、その修繕の入ってないグリーンに乗るっていうのは、この18系の車両だけど、で先ほどね普通列車グリーン券1000円のものをお見せしましたが、1000円で乗れちゃうんです。普通特急を取りこないでね、グリーン車乗るときは、まあ、1000円かじゃちょっとさすがに無理かな、1200円ぐらいしたと思うんだよね、東京横浜で。なので一番安く、一番安く長く、グリーン車に18系の OM 国鉄型グリーンに乗れるのが、その例のホームライナー小田原21号の運用というわけになります。そう、そこにね駅名いただきがあるんでね、起用券がなかったのも驚きですね。これはダメだ、ニューデイズ見てみますか。あ、ニューデイズに起用券ないですよ、もう起用券諦めます。相当してるかあれだな、あの伊豆箱根鉄道みたいになってますね。このネタ分かる人いるのかな。まさか JR で小峠をする運転手がいるなんて。はい、では、普通車の方みんな乗り込んでますけど、この4号車が、いわゆるグリーン車になってます。でみんな通り抜けてますけど、こんなもんですね、グリーン車の駐車場で。あちらであの人に、このグリーン券を見せます。スイカの場合はここで読み取り機を出して、やってもらいますので、スイカのグリーン券のも乗ることは可能です。ライブ券の、3分前までの
は藤沢に停まります。Thank you.
が見えると思いますけど、これが、横須賀線になります。横須賀線の、今下をくぐりまして右側に、横須賀線、そして東海道線、京浜東北渡ってますけど、ここは鶴見の信号場になっています。
交代たまにあるんですよ。小入りか鎌倉はいる。ここに今通過していく。これが通路です。なので、羽沢横浜国大までは、総鉄 JR 直通線と同じルート、つまり貨物線を走る。で、総鉄 JR 直通線は東海道貨物線を走る区間が羽沢横浜国大まで、つまり横浜羽沢の貨物駅までとなっていますが、高電車はもっと先、またトンネルを通りまして、戸塚駅を、東戸塚あたりかな、から、またこの東海道線に合流します。なので、東海道貨物線はですね、小田原まで、ずっとあの東海道線の本線とは別に、並走しておりますので、それを全区間走るっていうのが、この湘南ライナー号、または、まあ、おはようライナー号でもいいんですけど、そういうライナー系はこちらにします。また一部列車は、本線系、いわゆる東海道線の、今右側走ってる線路ですね。前から多分2、3番目ぐらいの線路を走るのもあります。今どんどん下に潜っていってますが、ここから先がいわゆるあの長い長いね、トンネルで、これを出たところが羽沢横浜国大、横浜羽沢駅ということになります。でこのイチャーチング系なんですが、イチャーチング系の OM 車の場合、ああちょっと最強そう、兄さんさん、イチャーチング系の OM 車の場合は、ここのマットを踏むと自動ドアが開くシステムになってまして、イチャーチング系の A 編成の場合ですと、マットがこのマットがなくてセンサーだけで反応するタイプになっています。ちょっとここの改造を、この踏んだら開くというシステム、このシステムのままで残っているのが、このイチャーチング系の2尺番台というものになります。今回乗っているこの185系の OM 編成200番台の車両はの定期運用は、このホームライナー小田原21号以外1本もありません。この堺新宿駅の時に行った時、小田原始発の品川行きかな、の湘南ライナーなくなっちゃったので、今は定期運用がこれしかありません。繁忙期などには臨時踊り子でも使用されますので、この7両編成、または、12両編成かな、12両編成、あの修繕場乗り子の5両と連結した場合12両になるので、7両または12両の運用でグリーン車が1両しかない場合は、伊豆急下田編成のこの踊り子の、この185系の OM 編成7両が使われるのがあります。ただ普通の土日や、また平日の定期踊り子には185系の200番台を使用した運用は1本もありません。本当にさいの。なので、平日の場合はこの定期運用はこれだけ、まあ、休日の場合は定期運用は1本もないということになってます。まあ、7両編成は使いにくいっていうのが一番でしょうけど、またもうすぐですね、藤沢等を止まっていくのであれなんですけど、その時にちょっと普通車の方も、見れたら見たいと思うんですが、この185系 OM 編成の普通車はちょっと185系の A 編成、元多摩地車よりもグレードの高い普通車になっています。なので普通車の座席は、元多摩地車よりもグレードがいいんですが、グリーン車の座席は、まあ、グレードがいいというか新しいんですが、グリーン車の座席は元多摩地車よりも古い座席になってます。ただ、まあ、これ何が言いたいかというと、多摩地車のグリーン車よりもこの185系 OM 車、つまり改装前のグリーン車の方が座り心地が 100% いいということをお伝えしたいと思います。これはまあ鉄道ファンの総意ってことですよね。みんな言います、みんな言う。これはこの先ですね、貨物線を通るんですが、まあ、最強時に藤沢行きの、ロムがあるように、藤沢までこの貨物線にはホームがありません。まあ、なぜ貨物線にホームがあるかというと、この湘南ライナーのためにホームができています。なのでこの電車の次の停車駅は藤沢です。藤沢、茅ヶ崎、二宮、小田原、二宮にはないな、藤沢、茅ヶ崎、
今貨物船にホームがあります。なので茅ヶ崎から先でこの電車は東海道線の旅客船に合流するものと多分思われます。一応貨物船自体は小田原まで続いてますので、平日朝の、湘南ライナー系、また二宮とかに停車しない、茅ヶ崎の次小田原の湘南ライナーっていう下りのもあるので、そちらに乗るとね、貨物船を全巻乗れると思います。そう言ったうちに外に出ました。今交換しているのが羽沢横浜国大駅近く、横浜羽沢駅ということになっています。で今になります。でここから先またトンネルに入ってしまって、次出るのが東戸塚付近ということなので、まあ、東戸塚でね、今日かくまったら後ろドア開けたくない、これね踏まなくても開くんだよ。おー危ね危ね、グリーン車すりガラスね。
ここはですね、ライナー専用ホームということで、平日しか開かない、平日の朝夕しかね、開かないホームになっています。また、ここでのうんちくなんですが、この藤沢駅から先はですね、この、こうですね、ホームライナー号も普通乗車券のみで乗れることになっていますので、ここからでしたら、普通列車の普通乗車券のみで、この自由席ですね、グリーン車はグリーン券になるんですけど、自由席があれば乗ることができます。またドア開けないように。VSA が藤沢来るんだ、ホームウェイ運用かな。なので結構今藤沢に貨物線のホーム、あのホーム泊まっていることも珍しいですし、次ですね茅ヶ崎に泊まるんですけど、茅ヶ崎のその例のホームも朝か夜しか開かないホームということになっています。でもまあ結構ね、こういうふうに貨物がね、まあこういわゆる貨物の倉庫でございますけど、でも藤沢はですね、平日の、まあ、夕方とか夜とかであれば、この湘南ライナー号乗車券のみで乗れるね、乗り得列車として利用が、ね。乗車率が下がりまして、まあ、ほぼ窓側は全席埋まってた感じのグリーン車でも、まあ、空席がちらほらと僕の後ろの方もおりました。この先揺れますよね。今言っておりますが、ここで東海道の予約線に入るわけですが、入った。倒れるんですよ。でまあ僕ずっと後ろ人がいたんで、まあ、1段しかねテクネイル使わってないんですけど、私が3段階か4段階かな、まあ最初の時にねあるって言いましたけど、まあ、もう4段階目っていうか、まあ、一番最高ランクもう全開で倒すともう寝れるんです。とんでもなく軽食を買うぐらいの倒れ方をするので、ちょっとそれをぜひ見ていただきたい。であとこの僕が乗っている、まあ、下り方面ですが、1号車 1AB 席または CD 席なんですが、その座席はですね、前に座席がなくて前は壁なんですよ。茶渋系のこのグリーン車はですね、テーブルがね、座席の裏にあるテーブルがですね結構小さいので、この下りの場合は 1ABCD 席、この席のテーブルが結構良くて、さらにですねシートピッチ、いわゆる前の座席から、まあ、僕の場合壁なんですけど、まあ、自分の足の、ね、スペースが、まあ、非常にね広い、非常にね広いので、結構ね
ゆったりできる、つまりお得なんですよ。 1ABCD 席下りの場合はね、がすごいお得な席ということです。ちなみに今回の冬なんですけど、冬場はですね、暖房が入ってまして、そう、暖房のところに、ね、足乗っけないのですごい足が暖かいんですよ。あの本当にね、リクライニング全開にして、で 1AB 席座れば本当に寝られる、リアルにフルフラットになる感じになるんで、そこをちょっと見ていただければと思います。まあ、最初は結構ね、武蔵小杉あたりのシーンかな、で足を結構伸ばしてるシーンがありましたけど、本当にね、足は水平になるんですよ。これがもう前が壁じゃない席だとそれはもうちょっとできないので、この 1AB 席乗るんだったら最前です。なのはマックスのライナー以外グリーン車の指定席ってなことになりますので、まあ、指定席があればあそこを取るのが一番いいかと思います。まあ、ライナー系の場合グリーン車は、ね、自由席になりますので、自由席であれば、まあ、早い者勝ちということになります。まあ、今回僕もね、発車 2,3 分前に乗ってあれだったんで、まあ、もしかしたらあれをこよなく愛してる人もいるかもしれないですけど、ただ普通に座ることはできましたということをお伝えしておきます。なので、まあ、ちょうど今後ろの方がいなくなったのでね、後ろの方がいなくなったので、ちょっとリクライン全開にして、まあ、いろいろと試してみたいと思います。普通車はこんな感じ、まあまあ乗ってますね。ちょっと普通車見ちゃいますか。人がいるからちょっとやめておく。トイレの反対側に洗面台があるんですけど、各洗面台に一つ、あります。まあ、洗面台はこれ乾いてるところにいれば、あんま使ってる人もいないですね、このライナーでは。こう開いちゃうんだよな。人がいない席ね、来たんですけど、このトイレですね、グリーン車のところだけは、このように、洋式化されてまして、もともと和式だったところに、ポコッとはめて洋式化しているという状況になっています。ということで、まあ、トイレのね、その洋式を狙うのであれば、このグリーン車の隣のトイレ、ここだけ洋式になっています。それ以外はね、残念ながらこの電車国鉄型特急ということで和式になっています。だからグリーン車だけここ洋式ということになっています。グリーン車の状況が僕を含めて4人になってしまいましたね。だから早速はリクライニングを全開に倒す作業をやっていきたいと思います。ちょっと待ってね、これ、先ほど言いましたように、快速として運転してますので、普通乗車券のみで利用することができます。普通車はこれが相模貨物ですね。リクライニング全開で倒す作業、リクライニングが4段階倒れます。1、そして2、その次が3、そして一気に4と、もう寝転んじゃってる。リクライニングを全開にした状態はこんな感じ、こんなにもこの分厚い座席がもうあって、それがこんなに倒れてると、とんでもなくね、倒れてますね。で、これ最前列なので目線はこんな感じで、足はえ一人ね、人がグリーン券を持ったりということで排除されたんですけど、最前列はね、また得意な席なので、普通の席で言いますと、普通の座席の場合はね、こんな感じになってまして、テーブルはこれだけですね。
リクライニングを全くしていない状態で背もたれにかかって何かを取ろうと、メモも取ろうかなとかね、ここにあるんですけど、ちょっと難しいかな、遠いですね。テーブルが前後に動いたりもないし、わかりにくいと思うんですけど、これアホみたいに小さいんですよ。これね、ちょっと使いにくいかなってところがあります。1S5 系の、A 編成、もっと玉ちゃんの場合は、ここにちっちゃいね、またこっちも小さい、テーブルがあるんですけど、1S5 系の OM の場合は、こっちにあるという状況になってます。で、まあ、こっちもね、同じようにリクライニングがこれ全開にすると、まあまあ倒れるんですけど、逆にこれが邪魔っていうか、これパタンとねしてこうやるっていうのもありますけど、さっきみたいにここにね、ここに台があって、こうなんですよ。ここがプランプラになるんで、やっぱ全力で伸ばした時に安定感があるのは、やっぱり最前列の座席が一番安定感があるかなと思います。あとですね、このリクライニングシートがすごいところは、これでも結構リクライニングしているなっていう感覚はあるんですけど、それ以上にですね、また別のいろいろ、めちゃくちゃリクライニングして最近寝ているようだと言っているね、理由がありまして、ね、それがね、こちら。ありがとうございました。まもなく二宮に来ます。乗り口右側です。肩処理車構図に止まります。こんな感じで座面がスライドしてるんですよ。それによってすっごいリクライニングでグワッてなってるんで、でもちょっとね、全力でリクライニングするとこんな風に穴が開くんで、そこでちょっとここにはまるというか、それが難点なんですけど、ただね、ものすごいですよね、これ。これは全開にしたらね、品種を買いますよ、これは。コースです。一番先頭着降り口は左側に変わります。コースを出ますと次は終点小田原です。通過する鴨宮へお越しのお客様、ホームが変わり2番線から20時58分発普通小田原行きへお乗り換えです。ホームが変わり2番線から発車です。御殿場線ご利用のお客様、下須賀、松田、山北方面御殿場行きはホームが変わり3番線から21時8分です。コースの次は終点小田原に停まります。通過する鴨宮の乗り換え、ホームが代わり2番線から58分発普通小構図です。次は終点の小田原に停まります。鴨宮通過ですのでご注意ください。コース用意のお客様、お忘れ物をお乗り過ごしにご注意ください。Thank you.
ました。ありがとうございました。終点小田原、終点小田原に到着をしております。この後3号車内にお待ちください。あと何回 OM グリーン乗れるんでしょうかね。あ、やばいよ、警備員来た。はい、では終点の、おお、まだホーム内なのね、表示してくれてるじゃん。なんだよ、運転手悪いやつかと思ったら優しいんだね。操作はあれだからな、車掌だからな。ご発声ご注意ください。内装列車でお話しまいります。横放送中区番線車掌のお扱いになります。さあ、普通車の紹介忘れましたね。まあ、OM 車にはね、また乗る機会がありますので、その時にということで。本当の6番線の列車は21時6分発上野東京台高崎線直通普通。あ、マーク回っちゃった。マークを回っちゃったよ。この列車は15両です。ちょっと全面のマークみたいね。多分踊り子とかの表示されるんじゃないかな。普通で回送かな。普通臨時特急があるのかで回送かな。はい、こっちはまだ踊り子池袋とかね。ちなみに、先ほどですね、まあ、185系が新宿に入線すること自体がかなり、まあ、珍しい、ね、状況ではあるんですけど、この新宿に入線するのはですね、休日の場合は特急踊り子号がですね、スーパービュー踊り子1号の代わりかなだったと思うんですけど、スーパービュー踊り子1号のダイヤで確か、今185系運用3月まで入っておりますので、ぜひこの期間に渋谷新宿近辺走る185系も昼間、朝の時間帯っていうかな、明るい時間帯に、走るね、185系の、運用もね、今だけだと思うんですけど、あります。多分ね、スーパービュー踊り子の、まあ、251系のね、車両が、まあ、古くなってきて、今、編成が3編成なんですけど、3編成フルで、運用つかさないと休日はいけないことになってますね。なので多分、故障とかがね、したら、まあ、運休になっちゃうから、多分、一編成運休にして予備車を一本確保しているっていうものだとは思います。なので、いつまで続くかはわかります。ただ、個人的には、まあ、この185系のね、7両編成の運用っていうのは、まあ、今、185系は多数の余剰が発生していて、OM 編成なんて、これ以外はね、今、確か OM 編成は7両固定が5、7両が5本か6本ぐらいは確かあったと思うんですけど、それがね、全部ね、今、まあ、いわゆる、一運用、このね、運用以外は、すべて暇してる状況になっていますからね。ちなみに、なので、なんだ、この電車は、折り返し、小田原から新宿方面、または、まあ、東京方面の、運用っていうものはもうないので、この電車は東大宮まで今日中に改装させるものだと思います。なので、改装で大宮までもったいないですね。なんとかなんないもんなんですかね、と言いたいところですが、まあ、なんともなんないんですね。残念でした。というわけでね、まあ、ご視聴ありがとうございました。まあ、ぜひね、湘南ナイナーの運用を見てみたいかな。すげえ、また消灯した。一回全消灯つけるんですね。というわけでご視聴ありがとうございました。